サムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはおうち風のかわいい鍋敷きです。屋根の部分をこのようにカラフルにパッチワークしています。裏地にはキルト生地を使用し、間にはドミット芯を挟んでいますので、熱い鍋を置いていただいても大丈夫です。紐付きでフックにかけて飾ることもできます。とても簡単な作り方なので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。おうち風鍋敷きの材料を紹介します。まず屋根の部分の端切れは縦9センチ、横幅7センチを4枚ご用意ください。下の生地は縦15センチ、横幅22センチを1枚ご用意ください。窓の部分の生地は縦5センチ、横幅7センチをご用意ください。接着芯を貼ります。ドアの部分の生地は縦10センチ、横幅5センチをご用意ください。こちらにも接着芯を貼ります。そして飾り付けで小さいボタンを縫い付けます。裏地は縦22センチ、横幅22センチを1枚ご用意ください。裏地はキルト生地を使用します。間にはドミット芯かキルト芯を挟みます。フックに引っ掛ける用の紐は今回チロリアンテープを用意しました。長さは15センチを1本ご用意ください。屋根の部分の端切れをパッチワークします。まず左から順に中表に縫い合わせていきます。縫い代1センチで縫います。このように縫い合わせましたら、次はこちらと中表に縫い合わせます。縫い代1センチで縫います。4枚すべてをこのように縫い合わせました。そうしましたら縫い代をアイロンで割ります。それでは表地の下の部分の生地と屋根の部分の生地を中表に縫い合わせます。縫い代1センチで縫います。縫い代をアイロンで割ります。ドア用の生地と窓用の生地に接着芯を貼ります。それではドアの生地にカーブを描きます。中央の端から 2.5 センチのところに印をつけます。そして上から 2.5 センチのところにも印をつけます。そして大体でいいのでカーブを描きます。描いたカーブの上をカットします。そうしましたら本体に縫い付けていきます。お好みの位置に縫い付けていただいたらいいんですけれども、今回はドアは端から 3.5 センチのところに留めました。窓はこちらの切り替え部分から3センチのところに窓を留めました。
ではドアと窓の周りの部分を家庭用ミシンでジグザグミシンをかけて縫い付けます。それでは家庭用ミシンでジグザグミシンをかけてドアと窓を縫い付けます。ボタンを縫い付けます。お好みの位置に縫い付けてください。それではクロリアンテープをこのように輪にしまして、端から2番目のこちらの生地と生地の中央のところに仮止めします。端から5ミリのところを縫います。それでは表地と裏地とドミット芯を縫い合わせます。まず表地に肩を描きます。上から1センチのところにまず線を引きます。そして端から 3.5 センチのところに印をつけます。両端から 3.5 センチのところに印をつけました。そうしましたら、こちらの生地の切り替え部分の端から1センチのところに印をつけます。両端から1センチのところに印をつけましたら、先ほどの 3.5 センチの印と1センチの印を線でつなげます。こちらが屋根部分の肩になります。しましたら、表地と裏地のキルト地を中表に合わせます。そしてドミット芯も一緒に合わせます。このように合わせましたら、底のところに5センチの返し口を開けて、縫い代1センチで縫います。そして屋根の部分は先ほど描いた肩の上を縫います。そしてまた縫い代1センチで縫います。
では角を斜めにカットします。そしてこちらの屋根の部分もカットします。返し口より表に返します。角の部分は棒や目打ちを使ってきれいに出してください。それではアイロンで形をきれいに整えます。返し口は手縫いでまつって閉じていただいてもいいですし、周りを端ステッチして閉じていただいてもどちらでもいいです。お好みでどうぞ。今回は手縫いで返し口をまつります。こちらで完成です。鍋敷きが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。